いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたしますこんな大谷翔平はめったに見ない衝撃アーチでおたけびバットフリップ遺跡後ワースト沈黙破る異例の感情爆発シーンまさに大谷の感情が爆発したドジャースの大谷翔平選手が一番指名打者でアスレチックス戦に先発出場すると 9回の第5打席で圧巻のスリーランその瞬間大谷はホームランを確信し大きく息を吐きながら雄たけびを上げたさらにはバットを投げつけるように離し20打席ぶりの快音に気持ちをぶつけるような一部始終となったドジャースが2対6と4点ビハインドで迎えた9回ワンアウトからキケ・ヘルナンデスがヒットで出塁パヘスは打ち取られたもののアウトマンが死球で出塁し西一2塁のチャンス 大谷にこの試合5度目の打席が回ってきた大谷はカウントワンボールワンストライクから投じられた高めのストレートをフルスイング打球はあっという間にライトスタンドへと突き刺さった打った直後大谷はホームランを確信大きく息を吐き出すように頬を膨らませたまま歩き始めると「シャー!」と叫ぶようにしてバットを投げつけるここまで4打席無安打というだけでなく3試合実に移籍後ワーストとなる 19打席ノーヒットだった鬱憤を晴らすような一撃となったさらには7回の第4打席で2アウト満塁一発が出れば同点という場面でファーストゴロに凡退していたことも関係しているかもしれない大谷はこれまで見せたことのないような雄たけびバットフリップで豪快アーチを見届けた現在ドジャースは大谷と共に MVP トリオと称されたムーキー・ベッツは左手骨折 フレディ・フリーマンも愛宗の病気で戦列を離れているさらにはマンシーロハスも離脱打線はベストメンバーからほど遠く人一倍強い責任感を抱く大谷が彼らの思いを背負って試合に臨んでいることは想像に難くない気合がみなぎり感情が爆発してもおかしくない状況だったこのいかつをきっかけとし再び快音を響かせることをファンは願っている最後までご覧いただきありがとうございますもし よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。